こんばんは、ナシメラです。白猫プロジェクトも1周年記念ということで、1周年記念キャラガチャというのが登場しまして、新しい職業、ドラゴンライダーというのが追加されたようですね。で、そのドラゴンライダー追加と同時に、この、エクセリアとゲオルグという2体のキャラが追加されて、それが1周年記念の限定キャラガチャということですね。というわけでですね、早速、それを狙っていきたいと思います。まあ、今回はですね、前回常夏のサマーガチャで、まあ、かなり爆死してしまったので、まあ、20連ぐらいでとどめたいと思います。まあ、ドラゴンライダーが、どんな能力を持ってるかはまだちょっとわからないんですが、まあ、多分結構強いとは思うんですよね。まあ、今回はこの普通のキャラガチャに混じってしまってるので、こんな感じで今のシャナ王の次にゲオルグと、エクセリアが混じって出てくるという感じですね。ですので結構ドラゴンライダーを狙うのは大変だと思います。そうですね。まだ常夏のサマーやってるのかな。ああ、ありますね。この、うわー、見るのもちょっと嫌な常夏のサマーガチャがありました。では、参りましょう。ドラゴンライダー一本狙いです。いけ。さあ、どうだろう。1、2、3。お、いいね。4、5。お、すごいな。6? あ、これはでも多いですね。ちょっと後半シリーズ見ましたが、6か。1体ぐらいいるかな?さて、前半が星2が多いですけれども、どうでしょうか。うん。お?あー、レンファですね。双剣のキャラです。あ、草原のハズル箱もついでに出てきたな。星さん。そして、あやめの、今一つやな。あれれれれ、クリストファー持ってなかったのか。あれ、クリストファーがまだ出なかったってすごいな。逆にすごいな。はい、こんな感じでした。まあ、とりあえず星4が1体、レンファということですね。双剣は結構増えてきましたね。前回の常夏のサマーでも、セリナが加わってますので、これで3体目になりますかね。タコパスと合わせて。はい。では、もう10連参ります。やっぱり新キャラ欲しいですよね。ライダーが。すごい狙ってみたいですが、ちょっと今度は金が少ないかな?ちょっと少ないですね。1、2、3、4か。なるほど。さあ、まずは、俺の言うこと絶対から。ん?これはラビー?弓の星4。なんか何とも言えないとこが出てきましたね。うわっと、インヘルミナのスタールーン。あー、まあ、星4がもう2体出ちゃってるから、結構良かったですね、これ、後半は。ただ、ライダーではなかったか。あー、最後、アセトですね。なるほど。まあ、星4自体は結構出ましたね、今回は。20連で3体なので、出現率は悪くなかったですが、まあ、残念ながら、ライダーには出会えませんでしたね。まあ、今回の目玉は明らかにライダーになってるので、まあ、ちょっとなんか出にくいような感触がありますね。